アップアップガールズ、アップアップガールズのハロー。プロジェクトのコンサート出演女性アイドルグループ、アップアップガールズは2013年1月に行われたハロー。プロジェクトのコンサート、ハロー、プロジェクト誕生15周年記念ライブ2013等にゲストとして出演し、アップアップガールズの当時の最新曲、チョッパーチョッパーを披露した。MC では、私たちは、 ハロプロエッグを辞めさせられてという一言が観客の笑いを呼んだ。東京公演の会場となった中野サンプラザハロー。プロジェクトのコンサートは毎年2回行われており、ハロー。プロジェクトの研修生、ハロプロエッグ出身であるアップアップガールズのメンバーもハロプロエッグに所属していた頃はバックダンサーとして出演していた。しかし、ハロー。 プロジェクトのメンバーとしてデビューすることなく、ハロプロエッグの研修過程を終了することになった。その後、アップフロントガールズを結成し、佐ホ明かりの加入、アップアップガールズへの解明などを経て、ハロー。プロジェクトに、一方、2013年冬に行われるハロー。プロジェクトのコンサートは、ハロー。プロジェクトの誕生を15周年を記念して行われ、ハロー。 プロジェクトの OG が多数出演することになっていた。例えば、2013年1月2日のコンサートでは、里田前がゲストとして登場し、夫の田中雅宏が客席で見学する中、カントリー娘、ニコンノと藤本の浮気なハニーパイを披露した。さらに、ハロー。プロジェクトのプロデューサーであるツンクサイドで、ハロプロエッグの OG も、 同コンサートに出演させようという話が出ていた。2012年11月29日、アップアップガールズのメンバーは、アップアップガールズセカンドライブ、六本木決戦のリハーサルを行っていた。その中で、同グループのマネージャーは、2013年1月6日に、中野サンプラザで行われるハロー、プロジェクトのコンサートに、ゲスト出演することをメンバーに通達した。 メンバーの森崎氏は、この通達を受け、複雑な思いを抱いたという。ザ・ポッシボーや吉川友とは違い、アップアップガールズのメンバーは、ハロプロを去らなきゃいけなくなった身の子たちであるというのが、その理由である。また、古川小夏も、同様の思いを抱いていた。佐保は、ハロー。プロジェクトのコンサートに出演することはもうないだろうと、考えていたため、びっくりしたという。 同年12月28日、ハロー。プロジェクト公式サイトにおいて、アップアップガールズがハロー。プロジェクトのコンサート、ハロー。プロジェクト誕生15周年記念ライブ2013等のブラボー公演にゲストとして出演することが公表された。同時に、アップアップガールズと同じく、ハロプロエッグ出身であるザ・ポッシボー、吉川友が別の日に行われる公演に出演する。 ことも発表された。名古屋公演の会場となった日本特殊登場市民会館出演したのは以下の2回、アップアップガールズのメンバーにとって約2年振りのハロープロジェクトコンサート出演となる。このうち1月20日に行われた日本特殊登場市民会館でのゲスト出演の模様は BD ハロープロジェクト誕生15周年記念ライブ2013等 ビバブラボー。完全版に収録されている。2013年1月6日、アップアップガールズのメンバーは中野サンプラザの楽屋に入った。サホはファンがチケット買えなかったと言っていたため、アップアップのファンはほとんどいないと判断していた。楽屋ではアップアップガールズのマネージャーより前日にゲストとして出演したザポッシボーのメンバーが笑えるぐらい、 緊張してたことを伝えられた。応援席にもメンバーがいるということもその要因の一つになっているという。その後、元ハロプロエッグメンバーでモーニング娘。メンバーの福村清が客席で見守る中、本番で披露するチョッパーチョッパーのリハーサルが行われた。アップアップガールズの歌に割り当てられた時間は3分20秒であり、チョッパーチョッパーは、 ワンハーフで披露することになっていた。リハーサル終了後、マネージャーは、チョッパーチョッパーのコールレスポンスの部分について、もっと走ってほしい、全速力で走るぐらいの感じにしてほしい、好き勝手やるぞっていう感じの勢いをもっと前に出してほしいと注文をつけた。また、メンバーはこの日の1回目の公演を見学した。森は、ハロー。プロジェクトの先輩方の実力というか、 凄さを実感しましたと感想を語った。アップアップガールズが出演する回の本番の10分前、出演者全員が集合し、演じンンを組んだが、アップアップガールズのメンバーはその輪の中に入ることなく、掛け声も発することなく聴いているだけであった。荒やい愛瞳は懐かしかったが、私たちハロプロじゃないからと感想を残した。 コンサートが始まり、ゲストコーナーまで進んだところで、司会の誠の紹介により、アップアップガールズがステージ上に登場した。そして、戦国南が、私たちはハロプロエッグをやめさせられてと言ったところ、会場の観客からは笑いが起こった。この MC は、メンバー全員で考えたが、行った後に客席が静まり返ってしまうのではないかという不安もあったという。 古川は、やめてではなく、やめさせられてという言葉を使うことにより、私たちの気持ちを一番分かってもらえると、コンサート出演後に説明した。チョッパーチョッパーのパフォーマンスについては、とにかく走りましたと、森が言うような全力を出したものとなった。ステージ上にあった階段、ひな壇も使って走り、応援席にいたモーニング娘。の田中麗奈が驚いた表情をしていたという。また、 道重さゆみは、なんで、こんな声援あるのみたいな感じの目だったという。パフォーマンス終了後、アップアップガールズのメンバーは感想を語った。佐藤綾野、関根ずさは、佐保の事前の予想とは異なり、アップアップガールズのファンがいたということに驚いていた。また、出演することに複雑な思いがあった森は、純粋に楽しかったと語り、同様の思いがあった古川は、 本当に出てよかったと語った。新井はハロー。プロジェクトのコンサートでマイクを持ってオリジナル曲を歌えたことが一番嬉しかったと語った。ありがとうございます。